最初は正直戸惑ってて、どんな風にしてたらいいのか。こっちに来て虫の多いことに一番びっくりしてて、そこですぐ帰りたいっていう話が出るくらい。価値観が全然違うのは遠距離で付き合っていてもちょっとは感じてたけど、一緒に住んだことでやっぱりあって思うことはいっぱいあって、婚約はしてこっちに来てるんですけど、家族っていうのも意識したし、覚悟は変わりましたね。いろいろ悩んで覚悟を決めてくれてたんだなっていうのが一番嬉しかったし、住んでいいところだなっていうのは実感してたので、一緒に暮らしたいなって思ってました。なんか今までは実家まで遠いなとか、友達と会えないなとか、そういうことばっかり考えていたんですけど、そういうのじゃなくてこっちでも楽しいことをたくさん見つけて、たくさん笑って過ごしたいです。話しやすかったのはありますし、なんかよく笑う子だなっていう印象でしたね。だから僕も一緒にいて楽しかったし、一緒にいたいなって思ったし。絶対にこの人といれば楽しいんだろうなとか、今むちゃくちゃ幸せですって言いたいです。お母さんみたいなお母さんになりたいっていうのがあります。